人事部長有長の長谷川充です、今回ですね、子育てと人材育成は非常に似ているというところのお話をしていきます。昨日日曜日にですね、6歳の、今保育園の年長ですけども、6歳の息子と横浜の青葉区にある子どもの国という、施設というかですね、遊び場があるんですけども、公的なところなんですけども、そこに行ってきました。自宅からもう車でだいたい5分ぐらいのところなので、本当よく行く場所なんですが、このシーズンはですね、アイススケートができるということもありまして、息子がアイススケートしたいと、先週行く予定だったんですけど、ちょっとその目を物にぶつけて、急遽眼科に行くことになってスケートを取りやめにしたので昨日行ってきたんですけども、1年前に1回やったきりなんですが、1年経ってですね、改めて別に練習とかしてないんですけれども、スケートが何度も何度も転ぶんですがすぐ立ち上がって滑ろうとするという姿を見たときに、なんか成長の跡が非常に見えるなというところを感じたところですね。で、合わせてスケート以外にも2人乗りの自転車っていうのがありまして、私がメインで漕ぐんですが、後ろにですね、息子を乗せて、結構な距離ですね、2キロ程度ある、2キロか2キロぐらいあったんですかね、2キロか3キロぐらいある距離をですね、そのコースを回ってきました。で、子供の国はしょっちゅう来るんですが、2人乗りの自転車を初めて乗りましてですね、やっぱりこういう初めての経験をすることで、それは息子の方がですね乗りたいということもあって一緒に乗ったんですけれども、非常にこう目を輝かせるような、そんな感じでですね、で非常に楽しい体験をしたということも、降りてからですねそんなことを言っていたんですね。でそんなのを見ると、アイススケートもそうですし、その2人乗り自転車もそうなんですけども、この子供が目を輝かせることだったりとか、やりたいということをですね、親として、実現させてあげる、そういう環境づくりっていうのがやはり子育ての中でもとても大事なのかなと思います。もちろん何か物を買ってとかっていうことをですね頻繁に言って、それを常に買い与えるっていうのは、ちょっとこれは甘えの構造になってしまうのでちょっと違うかと思いますけども、やっぱり何か自分自身がチャレンジしてみたいっていうことにおいては可能な限り、実現させてあげることが、親としてのその環境づくり、場づくりっていうところになるのかなと。でやっぱりこう企業の中でも人材育成っていうのは研修とか勉強会することも大事なんですけれども、やっぱり日常の仕事の中のですね、場づくり、環境づくりっていうところにもつながるのかなと。要は働きがいのある会社であったりとか、働きやすい会社だったりとか、そういう場を作ることによって仕事というものが楽しくなったりとか、コミュニケーションを図ることが面白くなったりとか、そういうことにもつながるかなと私は感じるので、非常にこう子育てってことをやっていながら人材育成にもつながっているなというふうに感じました。で、もう一つですね、やっぱりこう新しいことを試みること、これもですねやっぱり人材育成、人の成長につながることだなというのを感じました。本当こう2人乗り自転車というのものをですね、昨日息子と初めて経験したことによって、こういうものなんだなというのを感じることもできたし、また乗りたいなということをね2人で言い合ったりしたということもあって、やっぱり1回やってみることによって何か新たな発見なりとか、継続的に、チャレンジしていくような、そういうことにもつながるのかなと思いましたので、仕事においてもですね、やっぱりこう何か新しいことに、チャレンジしていくこと、なんか日常の、日々なんかこうこなしていくような仕事のスタイルっていうよりかは、なんか日々工夫改善したりとか、なんか新しい方法ないかなとか、そういうことを考えて仕事をやっていくと楽しくなっていくのかなと思いましたので、昨日本当
子供と息子とですね、まあ、遊びながら遊んだこともちょっとこう考えた時間になりました。はい、ということで、今回は以上になります。ぜひチャンネル登録をお願いします。